宇田こ一宇田う一こ10月15日から1957年12月30日は、昭和期の日本の政治家、実業家、旧姓、六伝、高知県出身、大阪市西区で、六伝吉太郎、宇田夫妻の六夫として生まれる。1917年土佐中学校、高等学校の創立者でもある海運業者で、衆議院議員も務めた、宇田智郎の養子となる。 幼少期は、高知県上郡岸本町のおじの家で育ち、岸本神城小学校から、高知県立第一中学校、高知高等学校を経て、京都帝国大学法科に入学。1929年卒業後、ヨーロッパ視察、兵役を経て、1930年岸満州鉄道に入社、役員秘書等を務める。1934年、 引退する父親の後を継いで、土佐電気鉄道社長に就任。1937年からは、経営不振に陥っていた、淀川成功所の社長も務めた。1939年から1941年まで、王将により、中国に出征した後、高知県翼山総年団長に就任。1942年の第21回衆議院議員総選挙に、 翼産政治体制協議会推薦候補として、旧高知一区より立候補し当選。翼産政治会、翼総議員同士会に所属する。戦後は1946年から1951年まで公職追放。追放解除後政界に復帰し、改新党資金局長、日本民主党総務などを務めた。保守合同後は、松村、三木派に所属。 1956年の石橋内閣、1957年の第一次元内閣で、それぞれ経済企画長、長官兼科学技術長長官として入閣したが、1957年12月に53歳で死去。改新党時代は、三木武夫とその同士の政治資金を一手に引き受けていた、ことでも知られている。ありがとうございます。